はい、しごです。今日はですね、まあ、食事が癌がを予防するっていう話ですね。それに関してのこう、証拠とかエビデンスってどんなものがあるかっていうことのね、まあ、一部をちょっとお話したいなと思うんですけれども、癌の予防ということに関しては、すでにですね、疫学的な研究ってもうずっとあるんですね。数々の提言がすでにこう出されているわけですけれども、それらをですね、守れば原則癌のリスクが下がるはずなんですね。ですが、日本人のですね、癌は減るどころか右肩上がりにですね、数はこう、どん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 こう上昇し続けているのが現状で、そうなるとですね、ま、おそらく ですね、こういったその提言のいくつかっていうのは聞いたことあってもほとんどですね守られていないというか、まあ、それほど重要でないというメッセージにこう受け取られてしまっているんじゃないかなというのが実情かなと思いますだから重要性がです、ね、あまりこう伝えられてないんじゃないかなというところなんですね特定の栄養素とかですねそれからまあ特定の特にです、ね、植物栄養素みたいなものが、まあ、腫瘍の、ね、増殖を抑えるなんていうデータはです、ね、これまで数多く出ているわけです例えばですねボストンのベスイスラエルディコーネルメディカルセンターの研究っていうのがあるんですけど もうそれではではすねオメガ3の脂肪酸がですね塩の増殖を67%抑えるなって何ですかってまあ、知ってる人はね知ってると思うんですけどもなんとなく聞いたことあるというまあ、言葉じゃないかなという人も多いんじゃないかなと思うんですがオメガ3の脂肪酸っていうのはオメガ3っていうですね3番目のところにですねちょっとまあ形の変異してるところがあるよという脂肪酸なんですけれどもそれがですねオメガ3っていうね、まあ、3番目のところが形が変わってるとまあ、独自の性質が出てくるわけなんですね油のの種類で言うとその e p a とか dha っていうね、なんか聞いたことあるような単語あると思いますけど、まあ dha は特にね、魚に含まれているということで、頭が良くなるみたいなことでね、まあいろいろこう皆さんね、サプリメントとか食品に入っているの見たことあると思いますけど、それがまあオメガ3の油のこう代表です。それから特定の植物の種に含まれている ala という油があるんですけども、これはですね、まあ有名なのはこうアマニですけどね、これはそのオメガ3の脂肪酸っていうのがまあ塩の増殖を抑えるっていうのはどういうことかっていう話なんですけども、そのオメガ3の脂肪酸に対してもう一つね、対比する単語としてオメガ6 っていうのなんですね、まあ、6ってことは、6番目にですね、こう形の構造が特殊なところがあるよっていう油なわけですけれども、このオメガ3とオメガ6の、それぞれで、ね、こう対比してこう語られることが多いんですね。皆さんがよく使うですね、いわゆるサラダ油の中にはですね、オメガ6の油がものすごくたくさん含まれてるわけです。植物の種からね、取った油ですけども、まあ大豆もそうですし、それからひまわりとかもそうですし、まあ麺実油とかね、えー、コーン油とか、まあそういったその植物のいわゆる種を絞り出すとですね、そのオメガ6の油っていうのが多いと。健康 ここに関心がある人はね、そのオメガ6とオメガ3の油っていうのね、まあよく知ってると思いますけれども、オメガ6がえ悪い油で、オメガ3がいい油だよみたいなことをですね、誤解して考えてる人もいると思いますが、オメガ3とオメガ6はどちらもまあ重要な油でですね、まあどっちが良い悪いではなくて、そのバランスが重要なんですね。現代ではですね、このバランスが極端に崩れていると。オメガ6が多すぎて、オメガ3が極端に少ないっていうのが、まあ現代人の食生活の中での油の比率だったりするんですね。オメガ3のその脂肪の過剰摂取っていうことに関してう と、先ほど言ったようにですね、サラダ油のようなこう油をたくさん使うようになったおかげで、過去100年間ですね、消費量が3倍にも増えてるんですね。それに対して、オメガ3の脂肪酸に関しては、まあ、右肩下がりでどんどんこう、まあ、下がっているという状況で、どん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 ですね、6と3の比率が広がっていっているのが現状なんですね。だから、現代ではですね、オメガ3の脂肪酸っていうのはちょっと意識して取らないと確実にまあ不足するものになります。そしてですね、この動物実験で見たところですね、その免疫の機能のまあ強化に、オメガ3が非常に重要な働きをしていると。免疫療法というです、ね まあ 抗がん剤ででではないいすすすけれども免疫系にですねがん細胞を攻撃させる治療っていうのがあります今ではですね、人にでも実用化されている、まあ、治療法の一つですけれども、動物にですね、腫瘍を増殖させる前にですね、10日間ですね、食事を与えたんですね。一つは普通のご飯。二つ目はですね、オメガ3を多く含む食事。三つ目はですね、オメガ6を多く含む食事を10日間与えました。その後にさらにですね、腫瘍を、ね、増殖させた後に治療を行っていくわけですけれども、その時にですね、まあ、治療を行わない、免疫療法を行う、それから、 炎症を取る治療を行う、そして、まあ、免疫の治療と炎症を取る治療両方を行うみたいな形でこうやっていたわけですだから各食事をですねいろんな種類、まあ、3種類の食事を与えつつ治療もまあ4種類を与えてどうなってたかを見ていたんですけどもう結果的にはですね食事療法特にこうオメガ3の脂肪酸を与えた後にですね治療を行った場合が一番ですね腫瘍の増殖を抑えることができたとオメガ3の脂肪酸をですね多く含む食事をとってその後ですね、まあ、がんの治療を受けたマウスっていうのは通常の食事を取ってです、ね ね、治療を受けなかったマウスに比べて、腫瘍の増殖が6。7%まあ、抑制されたってことですね。だから腫瘍がですね。まあ、3分の1しか増殖しなかったということになります。逆にですね。オメガ6の食事をたくさん取った後にですね。治療を行ったとしてもまあ、腫瘍はですね。抑えられるところから増殖したということで、オメガ3が足りないことによってですね。まあ、塩を抑えることができなかったという結果だったんですね。実際、オメガ6の脂肪酸をですね。たくさん取ることによって悪性腫瘍がですね。どんどん増殖するっていうデータ、これまでもいくつか出ています。 1990年代ぐらいにはすでにそういったデータ出てるんですね。最近のものだと、そのオメガ6の、えー、脂肪を使ってですね、肉とか魚を調理すると。まあ、言うとサラダ油使ってですね、肉と魚の調理をしたときに、まあ、ヘテロサイクリックアミンっていうですね、まあ、ものが出てくるんですけども、えー、そのヘテロサイクリックアミンがですね、えーまあ、上昇することによって、閉経後の女性の乳がんのリスクが上がるようであったりだとか、それから別の論文ではですね、オメガ6の摂取量と乳がんの関連性、それからオメガ6 の量と前立腺がんの関連性。それからですね、オメガ6の比率が高い人っていうのは、前立腺がんの治療をしたとしても、治療効果があまり上がらないよってデータもあったりするようにですね、実はその普段取ってる油を、まあ何にするかということによって、そのがんのですね、これからのその、まあ、増殖するのか、抑制できるのかってことが変わってくるよってデータ結構あるわけなんですね。ですけれども、多くの人々はですね、こういった食事に含まれているですね、油がですね、まあがんに影響を与えるなんてことがですね、あの、気づいてる人っていうのはほとんどいないわけです。なので、現実的にですね、僕 たちはがんををを予防すすするるるたたためめとととかかもしし患っていいいい場合ででねねの増殖を抑えるためにどうしたらいいかいうらことなんです、ね、そうなったときに、あ、オメガ3がね、足りなくて、オメガ3があった方がいいんでしょうってことですね。安易にサプリメントを取ろうというのではなくですね、それよりも大事なのは、オメガ6の摂取量ですね、減らすってことなんですね。オメガ6そのものは必要な油なんで、ゼロにすることはね、避けなければいけないんですけども、ただ、えー、現在ですね、通常の食事をね,ですね、取っている限り、オメガ6がですね、不足するなんてことはまずありえないですね。ですので、普段からですね、オメガ6の比率をですね、 ね下げるためにその普段使いの油をですねかなり変えなきゃいけないです質のいい油を使ってですねまあ、サラダ油みたいなものをまあ下げることそれからですね、えー、もう一つ盲点なんですけれども外食の頻度を下げることが非常に重要なんですね、まあ、外食で使われている油はもうほとんどオメガ6なんで外食の頻度を下げるっていうことも実はですねあのオメガ3に関しては、まあ、摂取はですねそのアマニの油とかですねそういったものをまあ摂取することもまあ一応体の中でですね バランスを取ってくれるわけなんですけれども、どちらかというとサプリメントとかその精製した油の形じゃなくて、なるべく食事の方が取れるように少しずつ食生活を変えることは重要だったりします。でオメガ3ってね何に含まれてますかっていうと、代表的なのはですね海藻とかわかめみたいなねそういったそのまあ、海藻類の中に含まれてますし、それからナッツですねクルミみたいなナッツにも含まれてます。それからアマニの種とかですね、それからチアシードとかヘンプシードって言われるような植物の種にはですねオメガ3の油が含まれていますので、そういったものをですね、えー、取って くださいとだから通常の種と違ってですね特殊なそのアマニとかヘンプシードとかシアシードっていう種にはですねまあオメガ6よりもオメガ3の比率が高いっていうことを知っているとそれらをですね少し多めに取るようにすることがですね体の中の油のバランスを図ることになりますので是非ですね日常使いの油がですねがんのリスクにまあ大きく影響を与えるっていうことをですねもう一度こう意識して食生活を組み立てるようにしてみてください今日の話に役に立ったよって方高評価のボタンをお願いしますチャンネルフォローもよろしくお願いします